When Suzuki engineers and designers set out to craft the all-new Hayabusa, they knew they had a tremendous responsibility. A responsibility to continue the legacy of the first and second generations while improving the bike in every way. So the goal wasn't to just build a new motorcycle. The goal was to build a better Hayabusa. As part of the developmental process, Suzuki engineers and designers considered everything. They studied a new power plant and chassis. They considered such technology as forced induction. They explored increased displacement. They even considered changing the engine architecture. But that's not what Hayabusa riders wanted. What Hayabusa riders wanted was improvement to what made the Hayabusa great in the first place. In focus groups conducted all over the United States and the world, Hayabusa riders said, "We already love this motorcycle. Don't change things just for the sake of change. Just make it better."設計者開発者が次のハヤブサどうやろうって言ってね悩みに悩んで出てきた回答がこれだよね。開発途中の車っていうことでね、どうかなと思ったけど非常に乗りやすくなったよなっていう、バイクに仕上がってきてんじゃないのかなと思いますね。 180 キロちょっと出てたね。 普段使わない領域でも安定してるっていうことは、あ、やっぱり変わってるよなと、良くなったなっていうことで、もう本当にお客様満足するバイクになるんじゃないのかなというふうに思うね。本当にデザイナーを悩むんだよね。初代がヒットしただけに、次どうしていったらいいかと、キープコンセプトだっていうような中でどういうふうに変化つけていったらいいかっていう、非常に悩むっていうような中で、 見てて、やっぱり正常進化してるなっていうようなフォルムになってんじゃないのかなと。実はこの10年間、様々な形の新型ハヤブサの検討を行っており、試作車まで作って白紙に戻したこともありました。中には、フレームが今のものと変わっていたりとか、エンジンの排気量が変わっていたりとか、エンジンの気筒数まで変わっていた時もありました。 そういった数え切れないトライアンドエラーを繰り返しながら完成度を高めていき、ついに新型ハヤブサを発表する時が来ました。この新しいハヤブサは今鈴木が持てる最高の技術とパッションを盛り込んで作られた鈴木のスピリットを表している最高傑作だというふうに考えてます。まあ、性能もそうですけど品質、耐久性、そういうところも含めて本当に作り上げました。まあ、いつかは 手に入れたいって思う一台です。デザインコンセプトはリファインドビーストなんですけれども、知性を備えた狂気っていうのをスタイリングの中で表現してます。ハヤブサのその溢れ出るパワーとか、エンジンをかけた瞬間に感じるパッション、怪物のようなパワーのタガを外さず、なおかつ全て手の内でコントロールする、そういう理性と狂気を備えた スタイリングっていうのを目指しました。今回このエンジンの仕様にたどり着くまでに何使用エンジンを考えて、排気量が大きいやつだとか下級ビューンって回るようなやつだとか実際作ったりもしましたし、まあターボだったり、排気量アップしたモデルだったり、まあ6気筒だったりっていうハヤブサを乗せてもらって、たくさんのモデルが できてはきえっていう形で、まあここ10年やっぱり味的には現行のこのエンジンのこれに勝てるのがなかった。やっぱりなんだかんだ言って元のパッケージ、そこが一番バランスが取れてて良いというふうに僕らは判断をしたと。というのはやっぱり変えないっていうことが一つのアイデンティティなんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。 その素性の良さを生かして20年後に最新の設計をする、このエンジンに勝てるエンジンをこのエンジンで作るんだ。今回それが設計の狙いというかポイントです。これとは全く違う構成のフレームを採用したものもありました。ハヤブサは二輪
の世界ではスーパーカーだと思っておりますし、フレームに対しても四輪のスーパーカーにも使われているような転進材を今回継続して採用することができておりますので、これが一番ベストだと思うものを作ることができました。So the Gen 3 Hayabusa is better in every way. In real-world performance, in looks, in fit and finish, and in the way the rider interacts with the motorcycle. Suzuki engineers and designers knew their mission and have succeeded. They didn't just build a new motorcycle. They built a better Hayabusa.